皆さんこんにちは。作家でヨガ講師加古です。ちょっと小さな鳴らしますね。どうですか？綺麗な音色ですよね。はい、お正月明けから、朗読ライブやっています。産む産まない妻たちのつぶやき、アースメディア発行、森本和子著です。はい、この章は3章からなっていまして、第1章は、お子さんを2人以上産んだ方、そして第2章は1人しか産まない決断をしたり1人しかできなかった人、第3章は、子供を産まない選択をした人、もしくは子供を欲しいけれどもできなかった人の、3章立てになっております。今第1章を読んでいます。今日は2人の子供が広げてくれた人間関係、村田薫さん37歳、システムエンジニアの方です。村田薫さんは東京で生まれるが親の都合で仙台で育つ。3つ上の兄が1人いる。中学の時から理数系が得意だった薫さんは電波高専に進学する。卒業すると短大と同等の資格を有する。高専の仲間の結束はとても固かったですね。理系のせいかみんな独特な雰囲気があり個性も強かったんですが、すごく居心地が良かった。理由は分かりませんが、自分の家の居心地が悪く近所の友人の家でご飯をご馳走になってくることが多かったです。近所のおばさんたちの面倒見が良かったんですね。よその家なのに自分の家のように振る舞っていました。早く親から独立したいという思いが強かったです。電波高専を卒業すると東京の PC 関係の会社に就職。1年間は会社の寮で暮らす。会社の寮は同期がたくさんいたので、まるで毎晩修学旅行みたいに楽しかったです。趣味でバンドをやっている同期の男性がいました。彼のコンサートに誘われて見に行き、それがきっかけで彼と付き合うようになりました。彼とは5年間付き合ったんですが、彼の生き方にはついていけなくて別れました。別れた直後は辛くって知らないうちに涙がこぼれてくることもありました。彼と別れた直後、人生の転機が訪れる。今まで制作の部署にいたんですが、違う部署に移動の内示がありました。私はプログラマーとしてずっと制作の現場にいたかったので会社を辞めました。その時の上司とその後付き合うことになりました。彼は会社を独立して制作部門を立ち上げたんです。私もそこに誘われました。会社を辞め新しい制作会社に移ると同時に新しい彼と付き合うことになった。彼はずっと薫さんを見守ってきたのだ。その彼と30歳で結婚。薫さんは SE としてフリーで仕事をしながら趣味でシナリオを書くようになる。家事と仕事とシナリオ執筆で毎日が忙しい。子供は好きではなかったので特に欲しいとは思いませんでした。35歳で妊娠した時はとうとうできてしまったと思いました。だんだんお腹が大きくなっていくにつれ子供ができたという実感が湧きました。薫さんは産前産後の休みを取り仕事に復帰した。フリーの仕事なので家で子供の面倒を見ながらできるのでいいのですが、毎日寝不足になっていました。仕事の量は控えているのですが、子供がこんなに可愛いなんて産むまで思いもしなかったことです。子供のおかげで人間関係が膨らみました。ママ友達もたくさんできました。子供には何も期待していません。好きなことを見つけてくれればいいと思います。この後薫さんは2人目を出産する。仕事は続けている。3人目ができたらどうするかと聞いてみた。子供は授かり物、もし3人目ができたら産みます。2人産んで忙しくなりましたが、子育ての面白さはさらに広がりました。同じ子供なのに2人とも全く違いますし、兄弟ですから似ているところもありますが、交友関係も2倍になりました。子供が親を育ててくれるんだなと実感しています。はい、今日のところ、子供を2人産んでね、子供が人間関係を広げてくれたというお話、
村田薫さんのお話でした。村田薫さんは、まあ、なんでしょうね、子供が好きじゃなかったんだけど、産んでみて子供がなんて可愛いんだろうって感じていただけた、母性が育まれたということですね。よかったなと思います。そして子育てはもう2人いようが、まあ、私も2人しか育ててないんですけど、2人いようが3人いようが、ね、それぞれ違うと言いますね。私も2人子育てをして同じように愛情をかけて育てたつもりですけれども、全く個性が違うんですね。まあ、個性1人ずつ違うから個性なんでしょうけどね。だから結構子育てって面白いなって思います。でもちろん大変なのはね、ほんの一時でございます。やっぱり小学校入るまでは親が手をかけなきゃならないので大変かもしれません。でも長い人生、たった6年ぐらいね、子供に手をかけていいんじゃないでしょうかね。はい、それでは今日はここで終わります。作家でヨガ講師加古でした。ご視聴いただきました方、ありがとうございます。さあ、いいねボタンやチャンネル登録してくださると嬉しいです。